ートのミュージックブロックを使って音楽を作りましょう。最初にスマホを持った状態でオプションを開き、グリッドスナップの項目をオフから8に変更します。地面に床を置き、仕掛けの項目からシーケンサーを選び、上に重ねて設置します。ギャラリーの項目から縦8マス横8マスの格子模様の床が含まれるセットを選択し、シーケンサーの横に並べていきます。 8×8 の模様であればどの床でも使うことができます。設計図は一度に床2枚分を表示するので、床2枚ごとに目印を置いていきましょう。ギャラリーの項目からミュージックブロックを選択し、地面に呼び出します。左から四角で囲んだ音階と丸で囲んだ音階が並んでいます。設計図で音階を確認しながら、スマホを持った状態でミュージックブロックを選択し、床に置いていきましょう。演奏が長くなる場合は途中でもう一度シーケンサーを置いて向きを変えましょう。この動画ではミュージックブロックの種類に番号を告げて解説しています。ミュージックブロックを出び出した直後のプレイヤーに最も近い手前の列を1番、奥隣を2番とし、一番奥の17番までの列を全て番号で呼びます。この音楽に使われているミュージックブロックの列番号とシーケンサーのステータスです。次は設計図を表示します。動画を止めながら作ってみてください。いろんなゲームの音ブロックを使った演奏の作り方解説動画を毎日投稿しています。よかったらこちらからチャンネル登録をお願いします。リクエストをしたい人は曲名とマイクラフォートナイトマリオメーカーのどのゲームで作ってほしいかを書いてコメントしてください。本日の担当は時根津杏寿でした。またねー。